ほら YouTuber マフィアカジャです。フォーゲーム編集部のオリッツです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、エミルにお邪魔しまして、はい、姫神絵巻というタイトルを紹介したいと思うんですけど、今日はですね、エミルの運営チームの金子さんに来ていただいております。よろしくお願いします。エミルの金子です。よろしくお願いします。お願いします。早速ですね、はい、姫神絵巻、これはもう初めて触るんでチュートリアルから入ろうと思うんですけれども、やってみましょう。まあ、これもうすでに配信をされてるタイトルなんです、はい、そうですね、はい、ようこそ神羅万象の世界。なんかいいですね、和な感じですね。おっ、いきなりいきなりおなごが出てきましたよ。うさ耳の出方ドーンってシラト、シラトちゃん見ての通りの可愛いおさに慣れたでしても、どこね、どこやめて、みんなどこでもいいよ。運営チームの金子さん、僕はこの子のどこを運営してあげればいいですか。あ、選べるんですね、最初に。そうです、3人のうちどれか1人を。芝アマテラスの、やっぱキャラごとになんかこう特徴があったりするんですか。退場ローカー。そうですね、なんかやっぱ普通の MMO とかでもある、はいはい、縦タイプ、タンカーとか、はいはい、で回復とかバランスとかそこら辺で分かれてます、ね、なるほど。深井さん、どういうタイプが好きなんですか。いいですね。いや、俺、割とこうツンツンしたタイプが好きなんだけど。違う女性のタイプ聞いてないから、うん、女性のタイプ聞いてんじゃないよ。どういうそのタンクとかさ、ヒーラーとかいるじゃないですか、うん、あ、でも FF だとタンクですね。タンクとかヒーラーとか、いや、俺は女の子が好きなんだそこじゃないから。うん、うん、いや、芝にしよう。お、うん、天竺の芝ちゃんにしましょう。なんか、好きそうですね。好きそうでしょ。え、この名前は、これは芝の名前ですか。それともプレイヤー名ですよね。プレイヤー、そうです、これはプレイヤーの名前ですね。プレイヤー名、マリアにしようか。いいですね。よいしょ、決定。神々の世界にマフィアでしょ。だいたいね、マフィアって入れてるのが俺なんだけど、マフィアカジタまで入ってると俺じゃないんで誰か勝手にマフィアが入ってるなんかこのテキストは縦読みなのかな、これあれじゃなくて、返されたのか。大丈夫か、確かにあー、最初の得点で引けるやつかな。そうですね、ファーストガチャですね、せっかくだから引いてみようかな行くでしょ。ここですごいのが出る可能性もあるわけですよね。そうですね。え、これもう本当普通のガチャと出るもの変わらないですか。そうですね、全然変わらない、同じものとなってます。なるほど。マン召喚もやってみましょう。ちなみに何が当たりなんですか。来い、わらわは旧機じゃ。おお。でもなんかガチャの中に同じキャラクターなんですけど、はい、その各ランクごとっていう感じでレアリティ分けがされてるので、はい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 、全然この、まあ、星5、一番今レアリティガチャの中に入っているレアリティが一番上が星7なんですけど、はいはいはい、これを星5のキャラクターも育てれば全然星7までいくので、全然そうですね、キャラクターを手に入れて育てれば育てるほど強くなるという感じです。球技とはまたマニアックだの下あたりを慰めてくれって言われちゃったんですけど、これプレイヤーはどういう立場なんですか。彼女たちが関わっているんですか。そこら辺を詳しく。何を救いに来たんですか、ね。運営チームの見解をぜひください。はい、ということでですね、続いてはですね、ちょっとバトル的な部分にちょっと挑戦してみてもらいたいと思います。そう、今チュートリアル向けてね。そうですね。いよいよ本番という、まあ、キャラも端末も変わってちょっと強力なやつにハルワちゃんがここはとても気になる、ね、タッチしてるとか見えてるからここがえらく気になるんですよ。めちゃくちゃ光ってるから、ね、なんか某麻雀漫画みたいになってるんですよここ早くも進んで、進んでこれ布地足りてます。もういいわじゃあちょっと挑戦かな。これギリギリのところで挑戦してみたいんですけど、ほらあれです、よくプレイヤーさんが詰まったりとか、うん、なんかこう、なんですかね、難しいなと思えるような山場みたいなところがあったりするといいんですけど、今、はい、14章の12っていうのが話題になってます。話題になってる、それはどういう意味で話題になってます。ちょっともう難しくてクリアができない。プレイヤーにとって最初の壁になるって感じですかね。最初の壁ですね。
まあ、そういうのゲームではお決まりでありますよね、このステージが最初の壁と、剣のやつ連れてこう、でもそういうとこ超えると達成感ありますよね、そうですね、そうか、サポートキャラって見えるんですよね、なんかやられたりしたら変わって入ってくる、そうです、後ろから出てくる、強そう、入ってる、これが今ボスなんですよ、あれがボスなんですね、あれがボスです、ドゥルガー、お、さすが梶田さん、おっとですね、面白いお前はバカにしてるのか。しかも12ターンでボス凶暴化、うん、そうです、これを縦タイプってやっぱりあのタンクっぽい、そうなるほど、硬いので12ターン以内に倒さないと、なるほど、このパーティーが強いから、見た目はさっきの牛王のコンパチなんだけど、あ、でもあ、なんか硬いな回復してる、1万回復しちゃう、ええー、か、削りきれないですね、そうなんです、簡単には、しかもあと数ターンで凶暴化します、え、嘘、まだやるなるほど、回復し硬い上に回復を定期的にしてきて、なおかつターン経過しすぎると凶暴化します、そうなんです、まだ回復する嘘やん、なんでこのステージで大事になるのは、うん、それこそまあ火力も大事なんですけど、このよく観察するとスキルを使用するターンというか、はあ、攻撃回数何回後にスキルを使用するタイミングが決まってるので、はいはい、そこを見極めて、あの沈黙とかそこら辺のデバフの方をデバフ入れるんですか、かけて止めたりしていければいい、それずっと教わってないじゃないですかデバフ効果とか全然教わってないじゃないですかえらいこと、あ、もうやられちゃうし習ってないことテストに出ちゃうから、うん、強豪化してるんで、ちょっと彼女が…なるほど、もうこれしてて、そうです、強豪化してるの、攻撃力とかがもう格段に上がって一発で飛ばす、超即死だったよバン、これやばいね、俺ゆとり世代なんで全部最初に教えててくれ教わってないことはできないタイプなんですよ、あーすっげー回復してもうダメじゃん、削りそうなんですよ、カイズさんこんな見た目のまだ28ですよ、マジで、いやいや、まあ、それ今俺の歳はいいだろなるほどね、なんか意外と楽勝じゃないかと思ったんですけど、いや、僕も正直思ったんですよ、これパーティー行ったらどうせ勝てると思ったんですよこんなガチパでもダメなんですね、やっぱえ、これ逆に今の構成でそのなんか沈黙を与えたりとかそういうやつもいたりするんですか、そうですね、今の構成だとあのナタクっていう剣タイプのキャラクターが今一人いるので、で、あのスキルも前と後ろで違うんですよ。なるほど。前と後ろで違う。そうです。で、このナタクってキャラクターは後ろにいるときに相手をスタンさせるっていうスキルを使うことができるので、相手が回復スキルを使う前にスタンをさせる。じゃあナタクのあのスキルを発動させずに。使うときだけ転がりを見計らずに、そうですね、後ろに連れてってで使ってまた前に行きます、じゃあスタン持ちは現状ナタクだけって感じですか、ナタクとあと、キナリっていうすごいこれあの裏キャラみたいな感じですね、そこの今の、ですね、左上から3番目のこれから、そうですそうです、こいつも実は一見雑魚キャラに見えるんですけど、スキルがスタン持ちで、対牛魔王としてすごい使えるキャラクターだと、スタン状態です、ね、これ入れて、こいつ入れてやってみよう、ナタクだけじゃ足りないですか、キナリも入れて、ナタクだけだとどうですかね、多分火力不足になっちゃうかもしれないですね、全員剣属性であれば多分押し切れるかなと思います、じゃあキナリも入れた方がいい、そうですね、キナリもスキル溜まってから発動するタイミングでスタン入れるんですよ、そうですそうです、それ、見極めますか、いやいや、ちょっとやってみないとわかんないなとりあえずやってみましょうか、うん、どのタイミングでスキルが発動するのか、いや、これはなかなか遊び応えがあるな、確かに、剣持ち入れた方がいいね、今のフレンドキャラはどんなやつなんですか、今のこのフレンドキャラもいいですね、強いやつ、最初はガンガン攻めていく、この世の結構いけてましたね、うん、相手も全員その取り巻きというか雑魚の敵も縦属性、そうですね、もう完全に縦のステージと、なるほど、でフリーのやつボスは縦なのにみたいな剣で集めたら実は雑魚は弓でしたみたいなここキナリーが敵として出てきてますけど、ここでドロップするようになってるんですか、
いや、キナリはもうドロップはしない。しないんか。はい、ただどうやって言うか、ゲーム内効果のガチャ。あー、なるほどね。そちらで獲得できる。それ、いいっすね。え、それ逆にキナリ2体入れるんですか。もう入れれます。なるほどね。結構ダメージ受けるな。全然何体か持ってないから、キナリ2体。なるほど、なるほど。結構帰りやすいキャラクター。よーし、来たぞ。タイミングが大事だよ。どのタイミングだろう。確かに。さっき言ってたのは、あの運営チームの金子さんが言ってたのは、あの経過ターンによって言ってたんで。経過ターン。多分。あ、今出た。今出た。これ？え、もうダメじゃん。これ。今のタイミングで発動したタイミングで入れるんですか。これ一応単性になってますね。龍馬王が例えば2回攻撃した、はい、2回攻撃してきたら次のターンスキル使うとしたら2回目の攻撃の時にスタンを入れる。今のタイミングどうですか。スタンいい感じで入ったと思うんですけど。 あ、いいですよ、いいですよ。このタイミングでもいいんじゃないですか。あ、いいですよ、いいですよ。今見極めてるタイミングを。俺見極めてるよ。ほらほら、ダメージ通ってる通ってる、通りまくってる。ここで押し切る、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 あ、やれ、押し切るぞ、押し切るぞ、まだ出るか、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 押し切るぞ、押し切るぞ、押し切った。おお、そう、もはや単数とかじゃなくて感覚。感覚、フィーリング。マジか。あ、なんか来そう、なんか来そうと思ったらポチッとスキルを。いや、もう完全になんかやられる体だったんだけど。なんか明確なターンの経過って表示されないんですよね。左に出てますよね。出た。残り何ターンみたいなのは。それって凶暴化までじゃないの。あ、確かに、うん、あ、だから、あ、そうか、あれですね、だからさっき言ったみたいな攻撃の回数によってターンを考えてる。そうですね、それはちょっとユーザーさんご自分で見極める。なるほど、なるほど。へぇ、すごい。おー、小石さんやるね。ゲーマーだから。本能的にね、分かっちゃった。最初の1回発動したのを見て、今回の時間で発動するんだって。タイプゲーム時間でね。ん？何言った今。今関係ないだろ。間違いないですね。今コマンが18個あるんですね。すぐこういうのですね。本当に人の端末だと思って。で、これマシですか。ほら、俺んちそんな欲しがり屋さん、そんな欲しがり屋さんダメよ。じゃあね。行ってみましょう。悪いですね。いや、いいんですか。すいません。すごい、すごい薄っぺらい悪いですね。じゃあ、ちょっと行かせていただきます。召喚銃に行かせていただきます。これ今は自動課金はされない感じ。じゃあ、召喚5で。そうですね、行ってみましょう。5で。これ、あ、ちょ、これ、何が出れば当たりなんですか。何が欲しいですか、今。何が欲しいですか。何が欲しいです。和洋中の神々が揃ってるのは。そのうちの誰が欲しいって言われても非常に困るんだが。じゃあ、でも今ここにピックアップされてるのが出るって感じですよね。そうですね、この場合結構あれ、シバ初期のやつのなんかデザイン違うの。白スク。そうですね、夏バージョンというのがありますね。いいですね。追加に白スク。うん、これすごいケツになったんですよ。どえらいことになった。乗ってるのは大抵強い。あ、パルダさっきの。そうです、そうです、そうです。お、この辺りが当たりってことですね。そうです。ケツ当てました、ケツ。呼び方ケツって思う。失礼や。語られるぞ。割と、なんていうか、ふわって逃がす。もう一泊も置かずに、押した瞬間にピャッて。なんか結構これ系のゲームじゃ珍しいです。結構なんかゴワゴワのドーンみたいな思いながら、うん、全くこう余韻を。でもまあ、こち5のスザクが出ました ね、 うね、うん、聖獣ですね。確かに、うん、非聖獣ですね。これあと13個コマンが。さすがに泣きそうになってるんだよ。ということでですね、はい、今ちょっとひねが見えないでやってみたんですけど、はい、まあ、いつもですね、僕たちがいつもやった動画を、カイさんが最後15秒でですね、うん、今回体験をまとめてくれるっていうのがあるんですけど、うん、でもまあそれがちょっとそれバンと待っちゃうんで、はい、最後に金草からちょっと軽くご挨拶するんですね。じゃあ、これ姫神絵巻っていうタイトルのゲームなんですけども、やっぱ序盤とかはやっぱサクサク進めて、で、なんていうんですかね、キャラクターの位置とか入れ替えなくて、でスキルとかも考えなくても全然進めるゲームになってるんですけども、やっぱ途中途中で強い敵とかその
キャラクターの位置とかも考えなくては攻略できないステージとかもご用意しておりますので、ぜひそこら辺皆さんも考えてみて攻略してみていただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それわけでですね、梶田さん、うん、一言いただけますか。高宮翔太、危ない危ない危ない、時間もカウントしなきゃダメだ、危ない危ない。できますよ、よーいドン。はい、姫神絵巻、かわいい女の子たちがよりどりみどりで隊列を入れ替えながらリアルタイムバトルしているという、なかなかやってみると奥が深いです。特にスタンとかを入れるタイミングに関しては実際にやってみないと。どうもありがとうございました。本日はご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。 PC の方はこちらの登録ボタンから、スマートフォン、タブレットの方は下の概要欄から登録をぜひよろしくお願いします。これからも梶田さんと動画を撮っていきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。ありがとうございました。ドーンじゃねえよ。まだ行ってる途中だから。